どうも、寺です。今日もミンゴルやっていきましょう。シラフでみんなでゴルフやっていこうと思います。なんか別の動画で1日1食ダイエットってやつやってまして、まあ順風満帆と、それで、まあ今日夕飯買ったんですけど、夕飯食うお腹になってない、お腹空いてないんで、まあなんで買ったのって感じなんですけど、いつも買ってないんですよね、夕飯は。近頃ここ数ヶ月買ってない。土日は買ってるんですけど、月金は買わないようにして、別に買わなくてもいい、お腹空いてないんで、だったんですが、ちょっと今日買っちゃって、いきましょう。若干左臭いんだよな。はい、で無風でぴったりでいいか、こんぐらいか。 OK。 いやー、外したか。右側だったか。でブレ外し、まあしゃあない、まあ砂ぼこりもあるしね。よし、はい、今日はこの5周年カップ第4弾をやっていこうかなと思います。第3弾はですね、一度もクリアしませんでした。ちょっとね、自分が思っていた、なんていうか、ビクトリーロードを歩けなかったんで、まあいいや、前のホールは。で、ここなんですけど、この辺なのかな。ここメディショで、この辺に打ったら木が邪魔だったんで、結局ダメだったんですよね。木邪魔。この辺で打ってみっか。どうだろうな。この辺で打って、この辺、すごいな、これ全部。本当はね、まあ、ぶち込みたいんだよな。やっぱりぶち込むか。こっちのルートね、正解だですってやりたいんだよね。いけますってやりたいんだけど。401。いける !OK。これはいける。で、1ヤードか。まあ、ちょっとこれでやってみますか。いや、で、ちなみにこれは3、1、2、3。3でいいでしょう。175ヤードだから、まあ、かなり傾いてるんですけど、距離を考えたらこのぐらいかなと。で、やっぱりちょい強めに打ちます。 OK。 マスターピースを使って悠々と来いこっと。これがやりたかったんだよね。やっぱこれでいいんだ。よし、マスターピースの最高にいい使い方。ちなみに右だったね、やっぱり。まあ距離があっても、もうちょい左か。わかった。マスターピースを使えばこのホールでも2打ホールインワンが狙えると。2打ホールインが狙えると。で、最後が、322で、ここで、よいしょか。で、ちょっとね、転がっちゃうんだよね。で、どうするかなんですけど、まあ、下でいいや。で、思ったよりも左か。こうだね。まあ、これでしょう。
近づけるぐらいだね。入ってほしいけど無理か。なんと 4.8 か。 4.8 はちょっと遠いな。この砂ぼこりが厄介だな。ほい、こんぐらいか。厳しいか、こんぐらいか。んで OK 入る。よっしゃ、規定値、やっと規定値。あ、2回、リタイアしてます。5位、5位でいいや。これね、5アンダー取るのどんだけむずいか。いや、むずくはないんですけど、どないやねんと。よっしゃ、続けてやっていきましょう。どっちみちだな。低反発一発しかないしな。無風低反発が一発しかないので、だから最初にエイムショット打つのありなんだよな。最初にエイムと、どうだ、ありか。まあいいや、どうなんだろうな。ありかなしか。ブラッシュごちゃんってことはエイムだね。ガチで狙う。うわはー、あー右ブレか。はー、外したら始め帰ります。入ったんで次行きます。最終ホールむずいな。よし、力加減はあれでよかったね。あと角度か。はい、まあ今回のでどこ飛ばせばいいか分かったので、おいえ、あとブレなしだったね。ブレなし、あ、じゃあ若干右ブレだったのか分かんないけど、もったいないことした。169でいい感じと。これを角度は1かな、1か。でマスピでこうです。 OK 許してくれ、ラグってんだ。いや弱かったか、ジャッシュしてなかったからか。 3.8、 距離はね悪くなかったね。これ外したら始めからやります。どう？ああ！さあ行きましょう。はい、プレチェック。まあこれ普通に考えたら、これねこっちなんだけど、前回外してんだよね。だからまっすぐにしてとりあえず打つわ、エイムで。どうだ、そろそろ入っていいんじゃないか。左、
あれ左ブレだからいいね。だ今のはそうだ、ブレはあれでよかったんだ。なんかね、外れと当たりがわからないだよな。そこだよね。まあ砂嵐だからちょっとその辺も影響するのかわからんけど、山でも見ますか。山でもこの砂嵐山、砂嵐山でも見ますか。はい、います。なあ、やっぱ強めかな。強めに打ってばいいだろうが。夫婦剣、いいね、最高。距離っていうか角度悪くなかったんだよこれ。1、1、気持ちこうで、坂になってるからまあ下にしといてマウスで、で、奥側さらにジャスト、これは超えるはず、超える予定。まあこんなもんか。読みはバッチリだな。オッケー。どう？最後のところは、左ブレなんだよね。うん、左ブレは確認した、そこだけ確認した。お、6ヤード。行きましょう。つまり左ブレなので、おい、であとは無風を打つだけなんですが、ぴったりは、クソアウトだから、18.8 結構転がるんだよね。こんぐらいかな。入る可能性もある、期待する。ない、入る可能性ない。あーでも入るか。こんぐらいにしといていいよね。全力ぶっぱ。悲しい。悲しい。転がりすぎたか。よし。よしじゃない、よしじゃない。無風低反発、あーでもね、マスターピースがね、もう優秀すぎて。マスターピースが優秀すぎるんだよな。だからこの組み合わせじゃないとダメなんだよな。お、15,000。いや、
5アンダーを3回取る予定だったので、このまま行きます。つまり5アンダーあと2回取れなければ、この動画は終わらないということです。そしてそれはとても簡単だということです。はい。ブレなし。ちょっと怪しいところがあるんだけど、ブレなしで打ちます。エイムショット進んで、まあぴったりでいいかって感じか。入るね。どう？こういうこと。あら、まあ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 、しゃあない。ちゃんと狙ってます。まあほぼブレなしって感じか。よし、まあここはこれが最善かな。だから最終ホールも若干右に調整して打つって感じだね。どうだろうな、距離が距離だから倍ずれるか、それを考えてやればいいのか。まあ、ここむずいか。いつものやつ。まあセーフセーフで、傾きを見ますと、これは1は1だけど、さらに2ぐらい、1、2きたんで、マスピのやっぱりね強めがねいいんだよね。これ強いよね。あー強い。まだか。結構強いと思ったんだけどな。外したら初めから。どう？結構狙える。このホールも結構狙える。このマスターピース様々ですね。もう今までずっとマスターピースというものを経験してなくて、コメントでマスターピースを使ってくださいっていうのがありました。あまりにその恩恵を受けてなかった。ほぼ無課金なんで。使えてなかったです。最後来ました。で、315にして、坂がクソ。坂がクソでこう。かな。こうかな。あんまり転がらないか。どうだろうな、無風で。で、若干左に行ったんだよな。で、今回はもっと左に行くけど、そうなっちゃうんだよな。これは地獄ぞ。これ地獄ぞ、おい。やだやだ。
どう？うまいこと言ってくれ。トン、トン、トン。5.1。これ外すよな。こうかな。やりすぎか。こうか。で、あとは、天、神の溝汁。いいわね。オッケー。どう？第3ホールで一番開けてほしくないところ、なぜか1。よし、9586位と。よし、これで終わるかな。ほい、ブレイクチェック。左っぽいけど、前回のを考えると、じゃあでもこれいいか。いや、ちょっとうまくいくかもしれない。22%ちょうどか。ってことは、A 書にして、完全ジャッシュだ。どうだ？ダメか。右ブレイ。どう？右ブレイ。ドン。右50センチぐらいか。22%。これブレなしだったら入ってたね。定位置に落とす。角度は、これは3。1、2、3。ただ3でも、もうちょい。どこよ、そこ。いや、もうちょいどこじゃねえな。やめとこ。こんぐらいでいいや。んで、マスピにして、強め！かなりの強め。強い！これは強いぞ。なあ、強すぎたか。うわ、外しそう。はあ、1個でいいかな。いやあ、きっそ。やっちゃったー。何が悪かった？強すぎた。強すぎたんです。それだけです。いきましょう。はい。ブレなしだけど、若干こっちだったんだっけ。だよね。ここだけちょっと調整する。で、A 書で22%ぴったり。おっしゃ、決めよう。いやー、違うー。けど入る可能性ある。
ない。意外に飛ばなかった。うん、こうホールインを狙ってるっていうのはちょっと楽しい、ね、入る入らないはともかくとしてよし、つけるんじゃなくてもう狙う結果、ブレなしでいいかな今の。よし、行きましょう。メデューショー上、神の溝シルショット、あ、まあ角度がも重かな。トン、うわ変なとこ行った。まあ大丈夫でしょう。2した、まあそんなもんだろう。2はやりすぎかもしんないけど、そしたらこんぐらいして、で強め、やっぱ強め重要、強く強くいこう。何も言ってくれない。無難に決めようか。最初走ってるね。無難に決めよう。そろそろ終わりたい。そろそろ終わって夕飯が食べたい。久々の夕飯だな。あの平日に撮る久々の夕飯。いや完食はねしてるんですよね。夕飯じゃなくて完食は。だからそこはグレーなんですけど、あの禁酒はしちゃダメなんです。ダイエットにおいて禁酒をすると、そのね、罪悪感からもっとその食べちゃうんだね。そういうのがね、良くないんだよ。うん。はい。最後。ブレなしだったね。よし。315は無理。で、場所結構悪くないね。悪くない。うん。だから、まあ若干、このぐらいにしといて、無風にしといて、このぐらいにしといて、無風で、で、まあ弱め。まあ良いかな。思った場所に行くと思う、結構。いや、思ってないな。もうちょい強めか。んで、これ決めて終わりと。これは大丈夫でしょう。よし。6アンダー目指すかどうかだな。最初のホールで、ホールインワン。で、無難に第2ホールでイーグル取って、第3ホールでバーディーと。さあ、順位は7684位。今日は水曜だから、まあそんな感じですね。あー、おもろかった。うん、よし、ガチャ引こう。引けるものがあるならば。ランクもやるか。
あと2日、所持数4、ちょうどいいね。ノーザン、ノーザンやめてくれ、極寒やめてくれ、極寒やめてくれ、極寒きた。14ヤード強めか、いいんじゃない、14ヤード強め。エムでも打ちますか。14ヤード強めで極寒で打つとどうなる？足りない、分かってるよ。どんぐらい足りないなんて、今14ヤードでダメ、最悪だわこれ、もう無理だわ。怒り乗りたいや、理解が足りてない。プラチナレア確定ギアガチャあります、1枚。はい、こういう時にこの傷口を癒してくれるガチャ。スリング SS627 ボール、2つ目。まあ2つ目は地味に嬉しいけど、持ってないやつ欲しいな。確かやったよね、やってます、動画は上がってないですけどやってます。はい、以上。ちょっと締まらない終わりになったんですけども、こちらで締めたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。